議会。議会は、通常は、選挙によって選出された議員によって構成され、法律の制定、立法などを行う、機関、立法府。近代の議会では通常、選挙民の代表、法律の制定、政府の監視、行政監督権の3機能を持つ。議会の語源は、11世紀ので、パーラーは、会話を意味する。 その意味は時代によって変化し、当初は君主によって召喚された諮問機関、身分制議会であったが、イギリスでは14世紀中旬にはイングランドとアイルランドの代表者会議を意味するようになった。議会による民主主義は議会制民主主義、代表制民主主義と呼ばれ、間接民主主義の一種である。また議会を重視する思想や制度は議会主義とも呼ばれる。 以下の英語も議会と訳される場合がある。各国の議会の故障には、それぞれの歴史や経緯が含まれている。以下は、主な故障の英語表記、主な採用国、古言だが、同一の議会でも、複数の故障が使用される場合もある。国会以外にも、多くの国際組織、連邦国家、州、地方自治体などにも、様々な故障で議会が存在している。 近代議会は古代ギリシア、古代ローマの市民総会、または評議会、元老院と似た部分を持っている。しかしどちらも近代議会とは歴史的に異なる性格を持ち、政治体制への組み込み方も異なるので、区別することが多い。古代ギリシア、古代ローマに存在した民会や元老院は現在の議会政治に通じるものがあり、 議会の起源と言えるものであった。しかし民会は市民直接参加、元老院は貴族の会であり、議員ではない。古代ギリシアではポリスと呼ばれた多くの都市国家が存在し、政治体制はそれぞれのポリスごとに異なっていた。こうしたポリスの中には市民による民主主義政治を行っていたものも少なく,く、直接民主制内いし間接民主制の議会政治が、 実現していた。代表的な都市国家手内では市民が全員参加する民会というものや市民によって選出された評議員で構成される500人評議会と呼ばれるものが存在していた。しかし敵対する軍事都市国家スパルタとの戦争等によって政治が不安定化し奇弁化と呼ばれるソフィスト等の出現による腐敗政治が横行したため、 スパルタに敗戦後は30人政権へと移行していい。古代ローマでは議会に相当するものとして、元老院と民会を挙げることができる。王政打倒後の共和制ローマでは、行政は政務官が担当したが、これらの政務官は、ローマ市民によって構成された民会を辞て、選出された。もともとは王への助言機関であったと言われる、元老院は政務官経験者から構成され、 法案の審議や政務官候補の選出などを通して国家方針の策定に大きな影響力を握った。古代ローマでは最終的な立法権や政務官の選出権は民会が独占していたが、元老院は課長の集合から出発したという伝統を背景とした圧倒的な権威を持ち民会の動向を事実上左右することができた。当初、政務官職は貴族、 パトリキのみに許され、元老院は貴族によって独占されていた。身分闘争の結果、政務官職が、平民、プレブスにも開かれるという力者であれば、平民でも元老院に議席をつようになり、旧来の貴族に有力平民を加えた、新貴族、ノビレスと呼ばれる有力者層が形成されるようになった。この新貴族は、元老院議員を世襲によって独占するようになり、 伝統を重視して、ローマの政治を自分たち中心に運営していこうとした、抜族派。一方で、ノビレスの中でも抜族派には属さず、潜在的には力を持ち続けていた民会と、一般平民の力を利用して、自己勢力拡大と政治課題の実現を達成しようとする者も,も現れるようになった、平民派。有力な平民派政治家に主導された民会は時に、 元老院の意向に反した行動を取ることもあった。こうした元老院と民会の仕組みは、現在の上院、下院の概念の基礎ともなり、アメリカ合衆国連邦議会等は、名称や機能等を制度設計などで古代ローマを参考にしている。元老院も民会もアウグストゥスによって、ローマの政治体制が、共和制から帝政に移行した後も存続したが、 帝政という一つの人格にすべての権威と権限が集中する政治体制の中では徐々に境外化ていった。中世から続いた絶対音声からの脱却というものが多く議会という語はヨーロッパ中世の封建議会を指す場合にも用いられる。近代議会政治は英国、アメリカ合衆国、フランス等で確立し他の諸国に普及していった。 アイスランドでは930年に定住地域ごとのシング・民会が統合したアルシングと呼ばれる議会が創設された。これは極めて民主的なもので議会制民主主義に基づく近代議会政治にける世界最古のものと言われ現在にまで至っている。英国の封建議会は絶対王政時代に力を弱めつつも消滅に至らず、 近代議会に接続したマレガレである。英国議会は国王が掌握する行政府に課税承認権を盾に取って対抗し、行政の死を制限しようとした。国王との対立が決定的になると、1649年に新京都革命が生じ国王を処刑し、1688年の名誉革命で国王を追放した。 名誉革命以後の議会は引き続き国王の行政権力を認めたが、次第に権限を拡大し、18世紀半ばに議員内革制を実現して行政に対する優位を確立した。現在の歴史学会の通説では、フランスに脅威を感じたオラニエ公、後のウィリアム3世が英国の動向に目をつけ、その大義名分として権利焦点の内容を成すビラをばらまいたとされる。 この過程で会員である庶民員の選挙権が拡大、公平化され、身分制、特権議会は、真に、国民代表機関となった。また極めて早くから政党が発達したため、議会だけでは、世論統合のスピードが遅かっただろうところを、政党が、中間段階として、よく世論をまとめ、国民に、明快な選択肢を提供し続けてきたことも、英国議会政治の成功の一つの理由である。 また現在もその後のままに世襲貴族や任命貴族による上院に相当する貴族院も残存している。貴族の院という名目は形外化し、一大貴族に任命された有識者による最高の院という側面が強くなっている。フランスの封権議会三部会は絶対王政の時代に開かれなくなった。財政難と 貴族勢力排除のために1789年、国王が三部会を召集すると、三部会の第三身分、平民議員を中心とする多数派制度改革を求め、フランス革命が始まった。革命派は、社会契約説を根拠に、国民主権を宣言し、最終的には国民主権の唯一の担い手として、議会を位置づけるに至り、 男性普通選挙による議会制度の憲法を制定した1793年憲法。思考に至らず。以後の反動でこの理念の実現は長く妨げられたが、国内外の共和主義の理想として影響力を持った。ただ、フランス自身は議会主義と権威主義、ボナパルティズムなどの間を揺れ動いた。理由の一つは議会諸政党が一致して、 行政府に対抗するということがなかなかできなかったためである。現在では国民直接選挙の大統領の権限、権威を強化し議会の不安定に対する一つの回答としている。反大統領制、下記に記述あり。米国では英国王の特許上で成立した各植民地がそれぞれに議会を持っていたが、 13州としてまとまって1776年に独立宣言を行った大陸会議ザ・コンチネンタル・コングレスが名称的に起源になって1789年に現在に続くアメリカ合衆国議会が開始された当初より選挙制の会を持ち上院は各州政府の任命国王が支配した行政府への憲法感、重税を課した英国議会への反発から 慎重に議会、行政府の権限を組み合わせた大統領制を導入し、成功した議会運営となった。ただし黒人差別問題は長く残り、形式的には南北戦争後の1870年の憲法修正15条により、実質的には1965年、投票権法により選挙権の不平等が解消されるまで、 現代的自由民主主義には遠かったと言わねば、ならないだろう。近年大統領への権限集中が起き、帝王的大統領と呼ばれたことがあったが、議会は、機敏に大統領の権限抑制に動き、またその傾向が行き過ぎた場合は逆に大統領に、項目別拒否権を与えるなどして、おおむね安定的に制度を維持している。議会制度の種類には、一つの議会を設ける一員制と、 独立した二つの議会を設ける二院制がある。二院制は身分ごとに会合した中世ヨーロッパの身分制議会の異性である。それぞれの議員は様々な呼ばれ方をするが、一般的に国民を平等に代表する者は会員と呼ばれ、身分、職能、地域などに基づく特別な代表方式を取る者は上院と呼ばれる。ほとんどの議会制民主主義国家では、 議会は国民による選挙によって選出された議員によって構成されている。議会は国民の代表である議員によって構成されていることによって実際には政策決定の現場に関与していなくても国民全てが関与したと犠牲される議会の審議機能。議会は議員自立権を持ち議長や事務局の選出、議員の資格総称、懲罰、 会議運営等について議会が自ら行うこととされ、他からの干渉を受けないというもので国権として独立した気を保っている。現在のほとんどの議会制民主主義国家では三権分立の観点から議会と政府との役割は分担され権力の分散が図られている。多くの場合、議会は議決機関、政府は執行機関と位置づけられ、それによって 基本的に議会は立法を政府は行政を司さどることとされている。議会は決定機関としての立法を司さどっており、法治国家の根幹である法律を制定する機関として国家における最高機関として位置づけられていることが多い。行政に対しては予算承認権をはじめとして行政機関である政府に対する監視、 監督のための様々な権限を持つ。議会の立法権能に付随したものと言われることもあるが、国政全般について質問し、そのために承認を呼び、資料を提出させる国政調査権は重要な権能である。また議会が制定する法律が本来的な上位の方であり、政府が定める、政令等は、補完的、従属的である。司法に対しては、 裁判官の選任、または罪人につき、何らかの関与をすることが多い。日本の場合は、国会が国会議員で構成された、裁判官弾劾裁判所と裁判官、訴追委員会を設置する。現在の政治体制は、それぞれ議会統治制、議員内閣制、大統領制等に対別されるが、それぞれの政治体制によって国家における議会の権限は異なってくる。 議会制は大きく、評議会制と政党制に分類されるが、現在ほとんどの国家は、政党制によって政治が動いているため、議会は、政党という存在に深く関わってくる。政党は、ルソーなどの大陸の哲学者や、アメリカ合衆国の建国の父祖たちには忌み嫌われたが、実際には、議員同士の派閥から始まって、次第に各国にも広まった。 選挙権の拡大につれ政党は次第に議会の外に応援団を持つようになり逆に議会の外の勢力に利用されもするようになった。特に近代マスデモクラシー状態となると政策を広く呼びかけ選挙時には大量に有権者を動員するシステムとして政党の存在意義はますます高まった。また政党の選挙公約を通じて国民は意見を統合するようになり それがために選挙公約を誓って当選した平議員に対して公認権を握る政党指導部の権威は強まった。これが講じて議員内閣制の国では政党を通じて国民が首相指名に関与できる事態に至った。第二次世界大戦に至る童貞で特にイタリア王国ナチスドイツで一党独裁制による暴走により議会が 機能低下したという経験から、戦後一時期、政党制について会議的な考えも学会には広まった。だが現実政治では、政党は行政府を支配し、その各種の政治資源分配機能を支配したため、よりますます協力となった。議会は結論の決まった議案を審議し、時間が来れば通過させる、ラバースタンプ、コムインとまで揶揄されるようになった。また、 行政府についても、与党議員の不当な介入を許しすぎている、汚職の温床となっている、党の批判が強まることにもなった。20世紀に至って、多くの諸国では政党を議会制度に公認するようになり、各種の補助金を出す国まで出現している。しかしその国の実情にあった、政党制は何か、議会の審議機能の正常な運営といかに調和させるか、 さらに行政府の公平な運営をどう確保するか、党どの国でも困難な模索が続いている。議会を構成する議員の公務遂行においては、資質、立法能力、質問能力だけではなく、連直性、賄賂に関与しないなど、さらには、私生活上の道徳性についてまで国民の厳しい監視を受けるに至っている。逆に国民の信望を集めた議会ほど強いものは、 現代政治の中にはないと言えよう。議会の権限は、行政府の権力集中に対する重要な権制となっている。独裁を目論む、権力者は、議会の諸権限を剥奪しようとするし、議会の諸権限を剥奪した権力者は独裁者に転じる。近代以降の非民主主義体制は、上記の諸権限を実質的には備えていない弱い議会を持つ。 あるいは議会を全く持たないことが多い。ただし、議会が強い権限を持つことが、そのまま民主主義体制を意味するわけではない。国民の中の少数派や多数派を排除する体制がある。初期の議会では、財産や納税額によって選挙権が制限されており、性別による制限は二十世紀まで続き、人種による制限を持つ国もあった。また、共産主義各国は、 得意な例であろうが、そこでは、ある種の議会的組織、議会と名乗ることも、珍しくないが、憲法上は、強い権限と、公平な選挙制度を持つものの、実際は選挙と選挙後の議会運営は単一、または連立の与党に、支配されており、かつ選挙の自由が、実質的に制限され与党の内部構成も、国民の多数派を排除していた、というものであった。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。